アルプスマーモットは、哺乳高ネズミもクリスカマーモット族に属するマーモットの一種。ヨーロッパ中央部及び南部の鉱山地帯に見られる大型のジリス。地面を掘ることが得意で、1年のうち9ヶ月を冬眠して過ごす。フランス、イタリア、スイス、ドイツ、スロベニア、オーストリア名前の示す通り、ヨーロッパのアルプス山脈に分布するほか、ピレネー山脈、 中央高地、ジュラ山脈、ボージュ山脈、シュバルツバルト、アペニン山脈、タトラ山脈、カルパティア山脈にも分布する。ピレネー山脈では一旦絶滅したが、1948年に再導入されて定着した。アルプスマーモットの骨格逃走長42から5 4ートル、尾長13から1 6トル。体重は、 春には2.8から3.3キログラム、秋には5.5から7.5キログラムと変化し、冬眠明けの春の体重は秋よりも著しく軽くなる。しばしばリス化で最大の種と言われるが、時には近縁の白マアモットの方がより重くなる。紐は暗褐色、泡泡黄色、赤葛色。ほとんどの指先には土を掘るのに適した大きな鍵詰めを備えているが、 親指はあまり発達しておらず小さな爪を持つ。ピレネー山脈の導入されたアルプスマーモット標高800から3200メートルの高山地帯、高山ツンドラや高地の牧草地に生息し、沖積層や岩の多い土壌の地中深くに巣穴を掘って住む。集団で社会生活を営み、2から3頭から50頭以上が集まってコロニーを形成する。 個体数は豊富で、カルパティア山脈では、推定個体数は1500頭に上る。しばしば、日光浴をしている姿が見られるが、実際には、平らな岩の上で体を冷やしており、おそらくこれは寄生虫に対処する戦略だと考えられている。温度に敏感なため、気温の上昇は、種全体の生息環境の喪失を引き起こす。植生は、植物食で、 稲荷の草やハーブのほか、種子、昆虫、蜘蛛、芋虫なども食べる。若く柔らかい草を好み、両手の前足で掴んで食べる。主に食事をしに、朝と午後に、巣穴から出てくる。これは熱にうまく適応できないためで、気温の高い日には全く食べられないという結果になる。適度な天気の日には、長い冬眠期間を生き抜く。トンネルを掘る際には、 前足で土を削り取り、後足で土を押し出すというように。もし石や岩があって、それほど大きすぎなければ、歯で取り除く。居住用の巣穴は、トンネルの一番奥に作られ、し草、牧草、植物の茎などで裏打ちされる。行き止まりのトンネルは、トイレとして使用する。一旦巣穴が完成すると、一家族のみで使用するが、しばしば次の世代によって拡張され、 時には世代を超えて、大変複雑な巣穴システムを作り出す。群れはいくつかの巣穴で構成され、支配的な繁殖ペアを含む。侵入者に対しては、非常に防御的で、尾を叩きつけたり、歯をガチガチ鳴らしたり、匂いで縄張りに印をつけるなどの威嚇行動で、彼らを警告して遠ざける。しばしば一頭が後足で立って、捕食者や、その他の危険を監視している姿が見られる。 一連の大音量のホイッスルを発して警告が発せられるとコロニーのメンバーは避難所へと走る。夏の終わりのアルプスマーモット。太った腹部に注目繁殖期は冬眠から明けてすぐの春に起こり、これは子供たちにその後にやってくる冬を生き延びる最も高い機会を与える。2歳で生成熟する。支配的なメスは列医者が妊娠している時に対立してストレスを与え、 子供を殺して繁殖を抑圧する。妊娠するとメスは出産に備えて寝床の材料となる草などを巣穴に持ち込む。妊娠期間は33から34日間。一度の出産で1から7死、平均3死を生む。子供は目の見えない状態で生まれ、生後数日で毛が生える。生後40日以上で離乳する。離乳期の間。 母親は子供たちを巣穴に残し食物を探しに出かける。離乳期後は子供たちも巣穴から出てきて自分で固形の食べ物を探す。夏の終わりまでには子供たちの体毛は大人と同じ色になり、2年後には大人と同じ大きさに成長する。人間に飼育されている場合は寿命は15から18年にもなる。夏が終わりに差し掛かると、 冬眠用の寝床に使用する古い茎を巣穴に集める。巣穴には土と自分自身の風を混ぜたもので冬をする。一旦冬が訪れると互いの隣にうずくまって冬眠を開始する。心拍数を毎分5拍、呼吸を1分につき1から3回まで下げることで体に蓄えた脂肪をできるだけゆっくり消費する。体温は ほとんど周囲の気温と同じくらいにまで下がるが、気温が氷点に近くなると、心拍数と呼吸は増加する。いくらかの個体は脂肪の層が突き手がしするが、これは若い個体に多い。生成されたマーモットの脂肪かつてマーモットの脂肪を皮膚に塗ると、リウマチが緩和されると信じられたために、広範囲で捕獲された。 未だにアルプスマーモットの狩猟はスポーツとして行われているが、個体数の増える速度が比較的遅いため、これはこの種にとっての脅威となっている。一般に絶滅の危険性はないが、ジュラ山脈やドイツのようないくつかのア集団は危機に貧している。ルーマニアのロドナの個体群はとても小規模で密漁によって脅かされている。ありがとうございます。